リトル DJ 小さな恋の物語は2007年に発刊された鬼塚忠の小説及びこれを原作とした映画。基本プロットは同じだが舞台太郎と玉木の年齢など設定やストーリーに若干の違いがある。海の玉木は東京の FM ラジオ局のラジオディレクター。担当するシーンや番組の打ち切りが決まり落ち込む玉木はふとしたきっかけから ラジオの楽しさを教えてくれた少年のことを思い出す。1977年、箱館。高野太郎は、野球好きの活発な中学1年生で、ラジオ DJ、尾崎誠のラジオ番組、ミュージックエクスプレスのファンでもある。しかしたびたび鼻血を出して、混沌、ついには、母のひろこに連れられ、おばの西村カナイが、看護師を務めるかやべ軍の高崎記念病院を、訪れる。 診察結果は悪く、太郎は入院することとなった。主治医の若先生こと高崎太郎の治療を受ける日々、太郎は昼食時に放送されるクラシック音楽が曜日ごとに決まっていることに気がつく。ある日、太郎が放送のスピーカーから伸びるコードをたどると、レコードプレイヤーや大量のレコード、オープンリールデッキやマイクをしつらいた一室にたどり着く。そこは、 大先生こと院長の高崎雄二の部屋で、大先生は DJ の真似事をする太郎を物陰から見守り、治療の一環として太郎にお昼の放送を任せることを発案する。太郎の放送、サウンドエクスプレスは院内で好評を博し、太郎も体調が上向いたことから、病室も個室から4人部屋に移動することとなる。四人部屋は大人ばかりで中村ステージ。 勇気道を、そが描がいた。一方で太郎は厳格な父、正彦の押し付けに反発、父が買ってくれたクイーンのレコード、華麗なる、レースを投げ捨て、道夫の息子、周平にたしなめられることもあった。その夜、太郎は道夫から、初めて番組にリクエストを受ける。翌日のサウンドエクスプレスは、初の生放送となり、太郎は、道夫のリクエストに答えクイーン。 愛にすべてを流し、また病院中の窓を開けるよう放送で促す。ある日、道をがいたベッドに、見知らぬ少女がいた。彼女は、交通事故で、全身包帯を巻かれた姿で搬送され、子供部屋に入院していた、中学2年生の海の玉木だった。玉木は入院中、サウンドエクスプレスをずっと聞いていたと告白。その夜、眠れず、ロビーに出た太郎は、 ステージと鉢合わせる。ステージは、太郎の玉木への恋心を感ンし、自身の身の上を話して、後悔する前に告白しろと助言。太郎はますます DJ に身を入れ、サウンドエクスプレスは活況を呈する。しかし、時が立ち回復した玉木は退院。それと共に、太郎は再び病状が悪化、オールが再発し、個室に戻る。サウンドエクスプレスも中断となり、 さらに太郎も自分の本当の病名を知っていることを告白する。太郎の病状が一進一退を繰り返す中、玉城が見舞いに訪れる。太郎は今から映画を見に行こうと、玉城を連れ病院を抜け出す。函館市街で映画ラストコンサートを鑑賞し、ロープウェイで函館山に登ると広場に向かう。太郎は意を決し、玉木に告白しようとしたが、 急激な雨に見舞われる。雨宿りで一夜を明かし、夜明けとともに雨も止んだが、太郎は再び鼻血を出して混沌。病院に連れ戻される。長く途絶えたサウンドエクスプレス宛てに、耐えは初めて手紙で正直な胸の内を明かし、ピンチヒッターで大先生が代読し、太郎を励ます。病床で太郎は一足早い誕生日プレゼントとして、両親からラジカセをもらう。 タロウは病床からカセットテープにサウンドエクスプレスを吹き込み院内に流す。タロウのメッセージと入れ違いで玉城がタロウの見舞いに訪れる。そしてタロウは今度こそ自らの思いを伝え互いの気持ちを知るのだった。玉城はサウンドエクスプレスにキャンディーズ、年下の男の子をリクエストする。それから15年後、玉木は休暇を取り、函館の高野宅を訪れる。 玉城は太郎の仏前に手を合わせると母のひろこに促され当時のままという太郎の部屋に入る。そこにあった年下の男の子のシングルレコードを手に取ると裏に貼り付いていたハガキが剥がれ落ちる。そのハガキに目を通した玉城は涙にくれるのだった。その後、玉城は DJ の尾崎を呼び寄せミュージックエクスプレスを復活させる。その最初のリクエストは 15年前に太郎が出せなかった玉城のリクエストを託したハガキだった。そして二人のリクエストに応え、キャンディーズ、年下の男の子が流れる。役名、設定等は映画準拠。物語の舞台となった1977年頃を彷彿とさせるナンバーが入院中の主人公の太郎が院内放送の DJ 番組でかける曲等として流れる。 サウンドトラック CD には、これらの楽曲すべてが、太郎の DJ、佐藤直樹によるオリジナル音楽と共に収められている。発売、販売元は、アミューズソフトエンタテインメント。ありがとうございます。